気づいてますかあの芸人の大スキャンダルがおかしな方向に向かっていること。そしてその裏で進んでいるやばい法案二つ。松本人志さんの件なんですけど、週刊文春が45万部完売したそうですね。まあ週刊文春さん。 笑いいいが止まらなな状態になっているとで現在二の矢三の矢で新しい記事が出ていてさぞどんなすごい証拠を持ってるのかと思いきや蓋を開けてみるとこういう女の子がいいなっていう後輩芸人に松本さんが示したと言われている女の子の指示書とかね なんかこう、美容師は NG とか言って、いいだろ別に美容師は。むしろ好きだわねで、これを上納させてたんじゃないかっていう話なんですけど、まあこれもちょっと無理がある話で、まあ別に好みぐらい言うじゃないですか、正直。どうなんですかね正直、週刊文春さん、なんか話を違う方向に持っていってると思いませんか当初は、例の飲み会で、教養があったかどうかっていうことが焦点になってたはずなんですよ。 でも現在、文春さんはもう出すネタがないのか、まっちゃんの過去の いわゆる、こう、女遊び。これをあげつらねてるだけなんですよ。これちなみに20年前の話だそうです。まあ、まっちゃんが手癖が悪いっていうのはめちゃめちゃ有名な話で、別にそれがいいとは言いませんけど、まあ、今更な話なんですよ。ですけど、まあ、この記事が再度人の目に触れることによって、まっちゃん最低だっていう雰囲気になっていってしまっていると。うんしゅんさんは今、こう、有料サイト、会員サイトに、 たくさん人も入ってる状態で、これたとえ裁判に負けても文春は痛くもかゆくもないって話になる結果どうなったかっていうと、まっちゃんという、まあ、才能が、まあ、テレビ、芸能界から失われたっていう話なんですよね。で、まあ、今も完全に、その、同意があったかどうかじゃなくて、なんか不倫と女性遊びと、ね、そういったところだけを上げらねて、もうまっちゃんを芸能界に復帰させない雰囲気になってしまっていると。 で、今回、まあ、吉本も大きく傷をつけられた形になっているんですよね。で、まあ、今の芸能界って、あの、J っていうアイドル事務所と、まあ、吉本が、ま、ほぼ支配してた状態だったのが、これついに両巨党が崩れて、まあ、新時代が来るぞと。去年の年末、紅白歌合戦で、某半島のアイドルが大量に出演してましたけど、まあ、あれは要するに、日本一だったわけですよ。今後、日本の芸能界は、某国のアイドルがたくさん流入してくると。そして、 非吉本のお笑い芸人たちがバッコするようになっているだろう。この最先鋒、次なるネクストまっちゃんと呼ばれているのが、年末紅白歌合戦の司会をやっていた、元サルガン世界のありヨサないです。あれ違う人えほな、違うかほら、事実無根で,ですね。事実無根なので、戦いますね。ま、このありヨサナイさんって、インスタグラムをやっていて、 ね、すごい意味深な写真なんか不気味な写真を投稿することでおなじみだったんですよ過去それで何回も炎上してるんですけどつい最近もまっちゃんのことと思うような筋肉ムキムキのなんかコラージュ画像みたいなやつを出してたとでこれまるでまっちゃんの件を知っていたかのようなっていう話なんですよこの有吉内さんは実はインスタグラムを使って世界中に闇の計画を、まあ、お知らせしているっていう 和製シンプソンズマンって呼ばれてるんですよ。まあ、僕だけにですけどもね、僕だけなんですね、まあ、実は過去ですね、視聴者さんにもファンが多い、ね、ぼ、有名俳優の HM さん。 彼は数年前に亡くなられてますけど、まあ、彼の亡くなる前日とかに、なんかこう彼の名前を書き込んでいたり、彼の他秘を暗示するような写真を投稿していたり、その他芸能人の他秘にまつわる色々な匂わせ投稿をしてることでおなじみなんですよ。まあ本人からしたら、勝手にお前らがそう解析してるだけだろって思われるかもしれませんけど、これ実際に炎上してるんですよね。まあ不謹慎は不謹慎なわけです。で、今回まっちゃんのことも言ってたということで、 まあ彼は昔「電波少年」っていうねヒッチハイクの企画で一躍有名人になりましたけどその後失脚してずっとこう底辺芸人だったわけですよ。である日突然世界に見出されて今や名刺会社 紅白の司会者にまでなりやがったとこの売れ方があまりにも不自然であるとそれはもしかして t a m a を売ったんじゃないのかっていう僕が7万回ぐらい言われてるやつなんですけど魂売ってこれだったら売り買いねえなまそんな中ですよ有吉さんが1月6日にあ有吉って言ってたで有吉内さんが1月6日に投稿した写真がこれだ味噌ラーメンです味噌味噌ああ 次はワイヤー何が急にスケールがしょぼくなってるけど、お前。お前のことなんか見てるそんな言い方ないだろ。見てるでしょ、ね、見てないでしょうね、見てないでしょ。次は私、消されるかもしれませんね。飛んだ茶番なんですけど。お前、ここまでの時間返せよって話なんです。まあね、有吉さんのインスタはいろいろ意味深だって話ですよ。私すらもターゲットにされてます。されてませんけど、されてませんけね、<laughs> ということなんで、ね。まあこう、芸能界の勢力図が今変わろうとしてる状態なんですよ。まあ、まっちゃんは過去に、 自身のワイドショーの番組の中で政府の批判みたいなことを結構言ってたわけですよね。例の新型の、あ、豚ゴリラあ、これの使途不明金11兆円とか。ちくわをヤングメンに食べさせることの意味のわからなさ。こういった国民の声を、まあ電波を使って、まあ、発信してたわけです。彼は影響力めちゃくちゃあって、近年こういった政府に対してちょっと物を申すようになってきたわけですよ。 これめちゃくちゃゃく邪魔だったと思うんですよね結果どうなったかっていうと数年前数十年前のことを掘り出されて全てを奪われてしまったわけです、まあ、もちろんあのこの今回ねその飲み会に参加した女性たちにもね言い分はあると思いますけど私ほぼ言いがか,かりではって思ってるわけですちなみにあの多目的トイレでおなじみ、ね、渡部さんのことを暴露した女性、ね、週刊文春にあれ ネタをね、渡してるわけなんですけど、あの時の謝礼って、たった数万円らしいんですよ。おそらく今回、あの女性、ネタを、まあ、提供したことによって、得た利益って、ほんのちょっとしかないわけ。よくお金のためにネタ売ったんじゃないかって言われてますけど、正直それはないんですよ。ちょっとしかもらえないから。じゃあなんでこんなことしたのかってこと。それは、週刊文春サイドがすべて絵を描いていたと。まあ、結果自身の売り上げも伸ばし、 そして、もしかしたら、ある者たちから指示を受けて、彼の権力を奪えってことだったのかもしれない。まあ、今回の松本人志事件ね。まあ、女性の方々はあんまいい気してないかもしれませんけど、よくよく聞いてみると、ちょっといろいろとおかしいことが多いと。 で、ここまで話題になってる、その陰でやばい法案が今通ろうとしてるんです。まあ、憲法改正、緊急事態条項って私よく言ってますけど、実はそれより先に、やばい改正案が今通ろうとしてる。地方自治法の改正です。非常時に自治体への指示。 が可能になるように法律を今変えようとしてるんですよ。これ閣議決定で決まったことを地方自治体に義務としてやらせるっていう内容なんですけど、これプチ緊急事態条項なわけです。憲法改正はもしかしたら無理かもしれないとね。より簡単な地方自治体法の方を改正してきたっていうやばさ。で、これ自然災害や今回の芸能界のスキャンダル、いろんなことにごまかされてシュッて通りそうなんですよ。 やばくないですかこれが通っちゃったら明日もうあなたの件はちくわ全員食べてください。食べないと法律違反です。なってもおかしくないわけです。そしてもう一つ。ね、経団連が政府にあることを打診したんですよ。それが夫婦別姓の導入です。なんで経団連がそんなことを政府に打診するのか知ってますか企業活動をするこことにおいてこの夫婦 同性っていうのが、まあ、阻害しているという論理で、これを通そうとしているわけなんです。まあ確かに、結婚して名字が変わって、まあいろいろなことを変更しなきゃいけない。まあ面倒なことかもしれませんけど、これ経団連がわざわざ打診する意味って何って話なんですよ。東アジアって結婚して夫婦同性になる国って実は日本だけなんですよ。某半島も某大陸の大国も夫婦別姓なんですよ。これが何を意味するかわかりますか 今後、今政府が将来的な人口減少を鑑みて、まあ諸外国から、まあ移民の方を受け入れる準備ってめちゃくちゃやってるじゃないですか。まあ皆さん移民って言うと、例えば中東の方からとかヨーロッパの方からとかかなってみんな思うかもしれませんけど、それはもちろん一番近い国からいっぱい来るに決まってるわけですよ。そうした人が来た場合に、夫婦別姓制度があった方が、 よりスムーズに受け入れがいけるからなんです。まあ、夫婦別姓って明治以降日本人が護持してきた家族制度戸籍制度なの。それをなくすっていうのは日本の家族制度の破壊であると。これ家族制度の破壊ってことは文化の破壊であって、それは天皇制の破壊にも繋がっていくわけです。皆さんこれ誰が喜んでるかっていうのをこの時点で気づいていただけると思います。これを経団連がなぜか政府に打診してるっていうのは もちろん、移民を入れることによって、彼らは企業活動がより前に進められるわけです。プラス、日本の国体というものを破壊できると。日本政府って誰の言うことを聞いてんだと。例えば、某米の国なのかとか、いろんな意見ありますけど、それもそうなんですけど、もっと大きく言えば大企業の言うことを聞いています。税金を上げ下げするのも全て大企業のためなんです。これ、いろんなことに紛れて、今、 こっそりとと話が進められようとしているのです、まあ、僕は消されますけど、ね、あなたは消されないと思います。ね、ぜひこの今裏で進められてる計画っていうのを注視してください。将来的に日本がなくなってしまうかもしれない。それぐらいのヤバい法律なのです。ということで、ハロー YouTube! 下根津笠のニュースの猫側にゃ、今日もね、どんぶか闇ニュースをお送りしましたねえ、お味噌ラーメンつって警告受けちゃっても、ほらう。あいつ 夏目ンミクが、ちょっと好きだからね、こっちは。羨ましいの。中庭では、ね、ずるいぞ、ありよさない。人民の総意です。マコ様に感謝。何十回教えてるこれいけるいけるそんな顔で。そんな顔で、マコ様に。いいですよ。いや、マコちゃんの大ベースだ。かけがえのない。あ、そんないです。ってこと。 「ガリル」